皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生社会科歴史的分野のロシアとアメリカの発展です。よろしくお願いします。はい、それではですね、最初にこの問題をちょっと見てもらいたいと思います。この3つの国旗の中でアメリカ合衆国の国旗はどれですか？選んでください。この3つの国旗の中でアメリカ合衆国の国旗はどれでしょうか？選んでください。さあ、選べたでしょうか？アメリカ合衆国の国旗はどれだって思った方、実はちょっと鋭いかもしれません。アメリカ合衆国の国旗はどれですかと聞いたので、正解は3つともアメリカ合衆国の国旗です。問題がちょっとずるかったかもしれませんね。皆さんがよく知っているアメリカ合衆国の国旗は多分これだと思います。そして教科書でつい最近見た国旗がこれ、アメリカ合衆国が独立した直後の13州が独立した直後の国旗です。星が13、そして今星は50個、そしてこの真ん中にあるのが星が32個の時のアメリカの政治局です。今日の勉強はこの辺りの時代の勉強をしていきます。はい、教科書ちょっと逆になってしまうんですが、アメリカ合衆国の成長の方から触れていきたいと思います。先ほど星が増えていった、つまり州が増えるたびに星が増えているんですね。西部改革といってですね、アメリカが西部、西側にですね、西側の土地を買収したり、つまり西側の土地を買ったり、それから戦争で勝ち取ったりしてですね、どん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 アメリカ合衆国がですね、西へ西へと領土を広げていくんですね。そのために新しい州が増えていったりしたので、星の数がだんだん増えてくるって状況になったんですね。その改革が進めてて、実はこういう先住民の強制移住なんていうのも行われています。教科書111ページのところ、涙の道とか涙の旅路なんて呼ばれている絵が載っておりますが、これは強制移住させられている先住民の、絵です。不毛な土地、いわゆる植物があまり育たない土地に無理やり移り住めと言われて移り住んでいるところを想像して描かれたものです。ただ、だん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 西部に開拓するにつれて問題が発生します。その新しくできた州では奴隷制に反対するのか奴隷制に賛成するのかっていう議論が始まりますね。これが結局アメリカを二分する議論、アメリカは奴隷制に賛成なのか反対なのかの議論になってくるんです。そんな中、リンカーン大統領っていう人が大統領選挙で当選します。有名な政治がありますね。人民の人民による人民のための政治、 Government of the people by the people for the people ってやつですね。この方、演説の天才とも言われてました。人を説得する、まあ例えばこのエピソードもあります。アメリカ大統領、リンカーンがですね、アメリカ大統領に当選するために一生懸命演説して、そうすると唾が飛ぶわけですよ。その唾をですね、一番前にいた少年が浴びちゃってるわけなんですね。でもその少年は目を輝かせて、唾を浴びてることなんか全然気にせず、目を輝かせて聞いていた。それぐらい心を奪ってた、というエピソードも載っています。そんなリンカーン大統領、奴隷反対でした。国務の出身ですので、ね、反対派でした。そこでアメリカ大統領にリンカーン大統領が当選した時に問題が発生するんです。ちょっと戻ります。北部、主に産業革命の影響を受けてですね、工業を主に発展していました。それに対して南部は農業をメインに発達しています。ここで問題が発生するんですね。工業をメインに発展している北部は
奴隷はいらないんです。それに対して何か農業、人手がいるんですよ。奴隷が必要なんです。当時世界の感覚では奴隷というのが普通にいました。がリンカーン大統領はそれに対して奴隷を解放する、奴隷制に反対するという演説を行うんですね。そしてそのリンカーン大統領がとうとう当選してしまった。南部側は危機感を覚えるわけです。もしかしたら奴隷制がなくなるかもしれない、奴隷制維持が難しくなるかもしれない。そんな中、リンカーン大統領当選したのを機に南部側の州が独立を宣言するんですね。そしてアメリカ合衆国に対して我々アメリカ連邦軍だ、連邦国です、連邦国だと言って新しい国を作ろうとするんです。で、ジェファーソン暫定大統領っていうのを選んでですね、こちら奴隷制維持、こちら奴隷制反対で、なんと戦争が発生するんですね。南北戦争、これがアメリカの最大の南戦、最大の内戦、南北戦争です。最初こちらが有利だと言われました。なんでか、南部側が生産する綿花をイギリスだとかヨーロッパに輸出していて外貨を稼いでいたんです。そんな中、リンカーン大統領は何をしたか、奴隷解放宣言を行います。我々国民は奴隷制に反対するものである。当時の世界からすれば画期的な宣言なんです。アメリカかっこよくないって話なんですね。そんな中、南部に支援している、つまり南部と取引していると、あれ南部を支持していると思われるんじゃないかとして、ヨーロッパたちがだん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 南部との取引をやめてくるんですね。このことで南部は追い詰められていって、結果北軍、いわゆる北部の勝利になり、奴隷が解放されます、奴隷が解放されます。そしてアメリカはこちら資本主義大国への道を歩くことになるんですが、奴隷の、大半であった黒人に対する差別っていうのがまだ残ってしまいます。この後も問題いっぱい発生します。ちょっと画面切り替えました。今度ロシアの話をしてみます。ロシアという国は最初ウラル山脈周辺だけを領土に持っていた国なんですが、17世紀初めピョートル1世という方によって領土拡大が始まります。それと同時にサンクトペテルブルクって言ってですね、新しい首都を建設するようになって、これがいわゆるヨーロッパの窓口としての役割を果たしています。そんな領土が拡大する中、18世紀日本にも施設、いわゆるラクスマンですね、ラクスマンなどを送ってきて通商を求めるようになっています。19世紀になると南下政策といって南側に領土を広げていく政策を行います。ポイントはこの読みますかね、不凍港といってですね、凍らない港がロシアを欲しかったんですね。冬になって港は凍ってしまって船が出せない状態が、いわゆる北に行き過ぎると起こるんですよ。ロシアの港は当時すべて不凍港ではなかったんですね。冬になると港が凍ってしまう、使えない。だからこれだけ大きな国なのに世界各国に植民地がなかったのは、実はこれが一つ原因だったと思います。そのために不凍港を獲得するために南へ下るしかないということで南下政策を行います。いろいろ方法を考えます。ヨーロッパ側の南を下ろうとしても、向こうは向こうで対立する国がある。じゃあ今度、東側に来る、東側に南下しようとすると我々日本と衝突することになってくるんですね。これに詳しい内容は後にあります。日本でいうと明治時代に入ってからの話です。その中、ロシアは工業の急速な発達、それから皇帝の専制政治や貧富の拡大の問題なども発生してしまいます。さあ、まとめですね。ロシアは南下政策を取り始めます。南下政策でアメリカ合衆国は南北戦争を経て奴隷解放への道へ進んでいくのですが、まだまだ問題
ってしまっている。それは現代にも続いてしまっているんですよ。という話でした。今日の授業は以上です。ありがとうございました。